ハマリオンです。こんにちは。こちらチャンネルティーオリブです。今日もフリースペックです、はい、出ました。 CQ 急いで作りました。急いでます。今も閉店30分前に撮ってます。なんとか今日中に撮らなということで。じゃあ早速いきますか。はい、早速ちょっと今日ドラゴンプロにフィッティングしたらこれバッチシアという。そうでしたね。飛び系なんかな、もしかしたら350何も飛んでましたもんね。うん、購入考えてる方はこの動画を見て参考にしてください。はい、ちょっと片目は思いますけどね。はいはい、 CQ の 4R2 継続していきます。はい、C の 9.5 普通やな。普通っすね。300ぴったり。おう、そうか、前なんか NX300 で重いの思っとったけどこんなもんかな。 40g 台で227。柔らかい。もう R2 とかなったらもう、はい、大体これ別にここが硬かろうが柔らかろうがそこまで大きな感情はこもらない。うん、なんとなくやけど純正シャフトに多い S。 そうっすね。純正の 5S は大体この辺で出てきます。この辺。そう考えたら純正使ってる人ちょっと柔らかい方がほとんどやと思いますけどね。うん、で純正使ってる人この動画見てないと思う。確かに確かに。振動数とはってなってますよね。そうやな、興味ないやろな純正の人。周りに純正の人おったら教えてあげてください。 4R1 受けてみます。はい、D の0。おー、300ぴったり。はい、35ぐらいかな。そんぐらいでしょうね。お、硬いな。意外といった。そもそも硬いシャフト。いや、そうや、これ硬いんや。6GS 硬かったもん。そうですね。うん、270前後。あのドラコンプロ 5X にしたで。ドラコンやから軽い方がいいですもんね。うん、ええー、と思うけどな、CQ。飛び系なんですもんね。うん、ほんまにええと思う。4S 計測していきます。はい。D の0。綺麗やなぁ。うん、300ぴったりか ?2 ぐらいかな。はい、いいですね。お、しっかりしてきた。249。いいぞ。4S 使えるぞ。硬いっすね、うん、割と。いいですね。4は X ないんか、今回。4は X ないです。ない。5R2 が次なので。今回も特徴な TX があることよな。そうですね。6から。なかなか TX 出さんかったのに。US っていうイメージが強いですよね。うん、5R2 計測していきます。大体日本未使用品とか取るのにさ、はい、TX とか、もう取る必要多分ないやろな。D の0。なんかもう松山英樹選手が TX 使っとって、うん、そうだね。TX イコールみたいなとこありましたよね。US みたいな。306。いいです。重さは最高です。4も5もそんなに変わらんな。5グラムのさ。硬い。R2 ですよ、これ。おー、だ4と5で 10g 差はないということやね。うん、R2 で240か。来ましたね。やばいな。R1 もある。R1 もあります。5R1 計測していきます。はい。G0。めっちゃ綺麗に出る。すごいね。うん、ずっと0。306。いいです。重さは最高です。ずっと。これで250超えてきたら硬い。おー綺麗に。R ですか、それ。5R で250ですね。でも S は60いくな。60。60S が70近かったんだ。267とか出たんちゃうんですかね。CQ の 5S 計測していきます。はい。ここが一番大事ですよね。そう。E の0。かたくなに0。308。願望としては、はい。60いかんといてほしい。僕願望。59ぐらいで収まってます。願望62ですけどね。いやこ普段 5S 使っといて悩むんよ、こうなると。ああ、なるほど。そうやね。多分。なんか R1 もありかな、みたいになってくるんよ。ああ。R1 チップカット。先調子なときに。それや。許せるかどうかや、プライドが。そうだね。R と S は違いますからね、気持ちが。しかも R1 ってついてる、なんか嫌じゃん。嫌ですよー。5X 計測していきます。S と R じゃちょっと違うのね。0.5。
で、この間飲んでさ、はい、なんで SR から作んねんって言ってたけど、はい、310。それもありなんやろ。そう考えたら。でもこれ途中から SR 入ってきますよ、多分。あ、そうな。はい。73。だから R って言いたくない人多いやん、多分。いや、多分そうですよね。そういう人に向けては SR から始める方が、ええんかもしれん。まだちょっと S かじってますもんね。表記上。あ、SR なんって言えるもんね。R1 って言われたらちょっとなぁ。じゃあ R よりどっちみたいにならへん。R1 っていきなり聞いたら。なりますよ、ね。柔らかい方なん、硬い方なんみたいな。6、SR 継続していきます。6は SR からやね。はい。え、ちょ、5X 硬いな。どうにスルーしたけど。多分40、50、60、70になりますね。硬い。重なった急に。1。ああ、いいじゃない。重さに比例してバランス出るのはいいですよ。316。おー、待って。SR かよ。6SR で260。硬いっすよね。はい、昔の 6S は255とかやったけど。もうだから60使うやつはもう、これぐらい覚悟で来いよと。え、だって NX グリーンはだいぶ柔らかく出たじゃないですか。うん。フェアウェイと組むとき大変やな。もうどうしたらいいか分からへん。6です。計測していきます。0.5。316。前のテーラーのやつは267か、それぐらいあってんな。そうですね。硬いよー。270。出た。出ました。6S です。硬いっすねー。転生張りに硬い。なんかちょっと硬いイメージあるな、もう。でも体感はそこまでではないような気はするんですけど。CQ 良かったっけ？僕はあんまり。あんまりやった。うん。手元硬いなって感じでした。6X 計測していきます。一緒に撮影で打った子は良かったですけど。ああ。真央ちゃん。D の 0.5。そうや、真央ちゃんめちゃくちゃ良かったんな。はい。で、今日のドラゴンプロも良かったし。319。なんか打つ人が打ったら伸びるんやろうな。そうな。打つ人選ぶな。僕はむしろ UB の方が好きだった。うん、手元硬いの合わへんな。うん。勝てえよ。ただ、すっごい綺麗に出る。綺麗な。うん。こんなにこう精度が高いっていうのを三菱以外ちょっと考えてなかったんですけど。綺麗な。こんだけ綺麗に出るんやったら、張り合ってる感じある。で、TX がおるんやろ？はい。え、7で8まであんの？いや、7の TX までです。まで？はい。8はね、アメリカで出るんかな、もしかしたら。CQ6TX 計測していきます。はい。これがな、普通に発売されるっていうのはちょっと嬉しいな。D の1。もう円安気にしなくてよくなりましたね。うん、319。ケムラプロは TX やったっけ？ TX やったと思います、6の。これか。2チップカットやな。え？すごい。綺麗だ。やば。めちゃくちゃ綺麗よ。これを 1.5 インチチップカットしてるって考えたら。300超えてるわ。バケモンじゃないですか。300CPM 超えてる先調子で、先動いてんの分かんのかな。先端カットして。ちょっと今度、聞いてみたいですね。うん。7S 計測していきます。いや、いいんですよ、みたいな感じで、すごい優しい口調で言っとったけど。D の 1.5。なんか今ベンタス使ってない？え、そうなんですか？ 325。インスタかな？なんか見たらベンタスやった気がする。274？ 7S ですよ。喋りながらやっとるから分からんようになってきた。7S に274か。皆さんはね、右上のここで分かると思うんですけど、僕らなんか、ブワーってやっていけるから。7S の274もしっかりめよ。どっちかといえば。うん。だってこれ、あと2フレックスあるんで、次が85近辺、その次95。恐ろしい。7X 計測していきます。はい。これが90ぐらいまでぶっ飛んだらおもろいけどな。ああ、確かに。D の2。326。おぉ。おぉ、綺麗な。すごいや。どうした？すごいですね。気合入ってますね。
グラファイトデザインからしたら、まあ、当たり前やけどと思っとるかもしれない。でも、こんなに綺麗に。なんか、こんなイメージないな。はい。なんか、綺麗に出してくるのは、なんか、各社やっぱちょっとばらつきあるイメージあるもんな。うん、個体差があるんかな。最後。7TX 計測していきます。はい。もう、ぶっ飛ぶとしたらこれしかないですね。D の2。飛んで 300CPM。329g。300CPM いってくれんかな。おぉ、限りなく300。硬い。ほぼ大台ですもんね。大台やな。ちなみに、あの、グラファイトデザインさんは、シダ用シャフトを数本いただきました。あとは、有料シダ価格っていうのがあるので、それで購入しております。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。ありがたいですね。はい、ほんまにありがたいですね。いや、ほんまにこういうのはありがたい。シダ用っていう刻印もね、ちゃんと入ってるんで。ここで。はい。見えないと思いますが、刻印入ってます。頑張って売っていきたいと思います。はい。もう現在発売しております。はい。結構人気ありますよね。はい。いいシャフトよ。うん。近年、頑張ってたけど。ここ最近のシャフトではかなり気合入ってる気がする。うん、確かに、なんか振動数の綺麗さが物語ってる気しますね、うん。で、ちょっと勝負してきたって感じですね。先中っていう感じです。いや、ほんまに。またね、どんなヘッドに合うかちょっとやっていきたいと思いますので。うん、そうですね。はい。はい、お楽しみということで、はい。チップカットもね、やれたら面白いから。ああ、確かに。はい。池村さん流みたいな感じでやれたら面白いなと思ってます。はい、この動画が良かったと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。自社サイト、ペイペイも楽天市場に出店しております。ありがとうございました。